ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。今夜も始まりました、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。パーソナリティはアコースティック音楽ユニットナックルヘッドのボーカル永瀬と鍵盤トシエでお送りいたします。月曜夜のハッピータイムは、手作りの器で美味しいご飯、中央通り昭和の街の大黒屋食堂とエンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力で FM88.7MHz ラジオ川越からお届けいたします。改めましてこんばんは。こんばんは。本日のゲストは、はい、絵本未来創造機構EQ 絵本講師勝宮めぐみさんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。勝宮さんは幼い頃から読み聞かせをすることで脳が急成長する、絵本を使って心とたくさんの能力、そして親子の絆を育ててほしい、そんな思いで活動をされている、もう先生ですね。そうですね、はい。どうぞ、あの自己紹介からお願いいたします。はい、はじめまして、本未来創造機構で EQ 絵本講師をしております、勝宮めぐみと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、いきなり質問とか言っちゃってもいいですか。あ、はい。このね、絵本未来創造機構っていうのはなんとなくわかるんですけど、 EQ 絵本講師と、この EQ っていうのは何でしょうか。はい、EQ とは、はい、IQ と EQ というふうにあって、はい、IQ は皆さんね、耳にしたことがあるし、実際に IQ の検査を、ね、受けられたっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、EQ っていうのはIQ とは違って、人間力、はい、心の知能指数と言われるものです、はい。今日これはアメリカのエグゼクティブの中から広がった言葉なんですけれども、はい、コミュニケーション能力だったりとか、うん、表現力だったりとか、はい、共感力、うん、そしてチームで行動するときに、はい、チームの力を鼓舞する力だったりとか、うん、あと、自分の快楽を抑制して、はい、自分の気持ちをコントロールできる、はい、そういう能力でもあったりします。はい、ですので人間力というふうに言われています。あ、今あれですね、日本の子どもたちが割とそういう能力が低いという結果が出ていますよね。はい、本当にコミュニケーション能力がないとかね、言ってたね、うんうん、そういう子どもの幸福度ランキングがとても低いという悲しいね結果を聞いたことがあります。そういうところを育んでいく。そうですね、幸福感が低いっていうのはやっぱり自己肯定感というものが低いというのが原因になってるかなというふうに思います。はい、自分は自分のままでいいんだというふうに、自分で自分を認めてあげられる、人と比べるのではなく、はい、自分で自分が幸せだと思うような、そういう力があると、はい、生きていくのも楽になるし、はいはい、幸せだなって感じることが多くなるかなというふうに思います。はい、なんかこうね、すごいね、絵本を使って読み聞かせということですけれども、やっぱりそういうとこで視覚的聴覚的に心を豊かに育んでいくということですよね。そうですね、絵本には、はい、美しい絵があります。そして、研ぎ澄まされた言葉、美しい言葉によって、はい、ハッピーストーリーだったりとか、うん、サクセスストーリーが絵本には、あります、うん。で、そういう自己肯定感が、ね、高まるような言葉がたくさん散りばめられているので、はい、そういうものを幼い頃から、はい、直接言葉で言うのは大変ですけど、絵本によってね、伝えることができるので、うん、それが潜在能力というかに刷り込まれて、はい、脳がどんどん活性化している6歳までの、特に6歳までの間の時に、はい、たくさん絵本を読み聞かせていただくことで、はい、自己肯定感が高まったりとか、はい、EQ力が高まるということになっていきます。うん、はい。でね、まこちゃん、はい、ごめん、私ね、はい、本当は最初に自己紹介をしていただくという予定だったんですけど、はい、普段の勝宮先生の活動などを自己紹介がてら教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。私は、絵本講座というものをやっています、はい、絵本講座の中でも、まあ、たくさんありまして、心が育つ IQ 絵本講座ですとか、はい、絵本で英語という講座もありますし、うん、大人のための絵本講座ということで、大人の夢の叶え方という講座もありますし、そして、読み聞かせの、ね、ボランティアをされる方のために、はい、ボランティア講座というのもあります、はい、そして絵本を使って絵本を読まないで、読書会っていうのもあります。絵本を使って次の行動につながるステップを考えるというような、不思議な、うん、読書会もやっていたりとか、うん、あとエンパシーライティングフォーキッズといいまして、はい、子供のため の, 読書感想文の書き方の講座なんかもやっています。本当に絵本を使うと、はい、本当にいろんな可能性ができて、はい、いろんな能力が発揮できるということで、子供から大人でも誰でも能力が発揮できるということで、いろんな講座をさせていただいております。それが足りないのは感想文だよね、はい、俺は。感想文の書き方習ったことないでしょ？うん、でも感想文をテストのように学校でやっているじゃないですか、うん、あれ大嫌いで、自分が思ったことを書いたのにそこに点数がつくっていうのがすごく嫌いだったの。あ、点数はね、悪くないんだけど、でも嫌いだった。俺は悪かったよあの感想文書くのって、まず絵本を、絵本じゃない、本を読むのが大変じゃないですか、でそれを絵本を親子でやるんですね、講座の中では、はい、一般的には、はい、でお母様お父様に読んでいただくっていうことで、子供がすごく楽なんですよ。そして一緒にワークをしていって、はい、一緒になんかパズルのようにこう付箋を貼り合って、はい、最後にはいろんな組み合わせ方をして、あら絵本にな、感想文になっちゃったみたいな不思議な、へえ面白そう、講座です。もう県の代表になったりだとか続出なんですね、すごいその講座を受けていただいた方がすごいな。なのででもそれ教え方としてもすごくいいですよね、まあ、教えるというかナビゲートしているとかというか、はい、ファシリテートしていくという感じで、はい、引き出していただくのはお母さんです、うん、良質な的確な質問によってお子さんが答えることによって、はい、それを組み合わせることによって素敵な感想文ができてしまうっていうような、ね、講座になっています。じゃあとしえママ今度教えてね。いやだそれを教えるためのママの講座もあります、うん、親子で一緒に書く講座もあるし、はい、それをお子さんにどういうふうに質問をどんな質問をして、はい、作文になっていくかっていうことを お母さんが教えるための講座もあります。なるほどね。なので絵本を使うと本当にいろいろなことができるので、はい、可能性がすごい たくさんあります、またね子供だけではなくて、例えばもうちょっと今少子高齢化じゃないですか、高齢化したっていうのおかしいですね、うん、年をもうね重ねた方でもやっぱり何かそういういい効果っていうのはあるんでしょうか。はい、絵本はね本当に子供は子供なりの感じ方捉え方がありますし、大人は大人なりの捉え方があります。で特に人生経験を積んだ私たち大人ですとか、シニアの方なんか本当に絵本を読んで自分の人生と重ね合わせたりとか、はい、ご自分のお子さんのことを思い出して本当に泣きながら聞いてくださる方もいらっしゃいます。はい、なので私たち大人でも右脳が活性化して、はい、本当に楽しむことができるんですね。で、ご自分で読むのももちろんいいんですけれども、はい、読み聞かせをしてもらうっていうのがすごく絵本の世界に没頭できるので、はい、すごくおすすめです。じゃあ例えば、まあ、一人暮らしだったりとかして自分で声に出すっていうのもいいんでしょうか。もちろんです。自分の声が耳からまた入ってきますので、はい、2倍楽しめます。2倍楽しめます。ちょっと待って。どうか。結構文字をね、追ってしまわなければ、ね、自分で読むのはね、追ってしまうことになって、はい、やっぱり絵を楽しめないっていう部分もあったりしますので、うん、ご自分で読むのももちろん、毎朝ね、毎朝毎晩読んでいただけるとすごく嬉しいなって思うんですけれども、読み聞かせしてもらうってなかなか大人になるとそういう機会がないので、はい、ぜひぜひ味わっていただきたいかなって思ってます。はい、おすすめの本、絵本ってありますか？もう絵本たくさんあるので、うん、おすすめの絵本といってももうご自分が好きな絵本、お子さんが好きな絵本っていうのがもちろんいいんですけれども、はい、そうですね、
絵を見るだけでストーリー展開が分かる絵本だったりとか、はい、あとリズム感のある絵本なんか小さいお子さんはすごい喜ばれます。あと絵本によってね感情を揺さぶられるっていうのがすごく大切なので、はい、喜怒哀楽の感情にね訴えるような絵本っていうのもねおすすめです。そして絵もねすごい素晴らしいものが多いのでその絵も芸術の一つなので、はい、その芸術も体験できる絵本とかそういうのも良かったりします。あのお子さんによっては本当にその絵本からそのお子さんがどんなものが好きかどんなものに興味があるのかっていうのを引き出したりすることもできるので、本当にたくさんの絵本ね読んでいただきたいかなっていうふうに思います。すげえな絵本深いな深いです、うん、深いですないまこちゃんも読んだ方がいいと思うんだけど、いや今目ん玉飛び出てる状態だからね俺ね私あの意外と好きなのは、うん、あの詩を書いてて絵本みたいに絵が書いてあります、はい、ありますね。あれ結構すごく好きで、はい、はい、そういうのでもいいんですかね。もちろんです。もう言葉もね素晴らしいですからね、そうですね、はい、そう詩を見ながら、はい、詩はほら短いから、うん、はい、あの絵を見てああってなんかこうね感情がいろんな思いがなんか今微妙になんか、はい、なんかさ俺なんか二人に教えられちゃってるような感がさなんか俺教育されちゃってるような感じがしてならないんだよねまだまだこれから絵本でね脳が活性化するので楽しんでいただけたらと思います。きっとね年絵なんてねお前は絵のね、はい、絵のないあの本とか読めないんだから絵本読めよって絶対あの思うだろう俺に。いや、もう思いませんよでもまあ読まないよりは読んだ方がいいし、うんうん、例えばそれは曲作りにもつながると思う。絵本から始めた方がいいんだよ俺は絶対に。まあ、それも、うん、そう思ったら始めたらいいと思うんで、ね、大丈夫、としえさんが読んでくださいますから、それはないお願いしますよ。一回ねあの本をすごく自分が感動した本をまあ、ちょっと読んであげようかなと思って声に出して読んだらやめてくれって言われたことありましてもうね自分でやっぱり絵本とかは自分でね。そうですね、うん、でも絵本って実は、はい、あの読んでもらう子供に効果があると思うじゃないですか、はい、だけど読んであげる側のパパやママだったりとか、はい、まあ、お友達に読んであげたりとか、読む側の恩恵がすごいんですよ。え、どういうことでしょうか。あ、人に読んであげるのに結局その声が自分の耳から入ってきたら、はい、自分にその絵本のストーリーや言葉が自分に降りかかってくるんです。例えば絵本はすごいいい言葉があるので愛してるよとか大好きだよとか、はい、あなたはそのままでいいんだよとか素敵だねっていう言葉を絵本を読んでお子さんにそのストレートには伝えられないけど、はい、絵本の言葉で伝えることができるっていうのもありますし、はい、その言葉がそのまま自分の耳から入ってきますので、はい、自分に言われてるのと一緒なんですよ。なので自分にのためになってるっていうのがすごい絵本のいいところで、なので私も子供にね、1日20冊ずっと読んできましたけれども、すごいですね、子供のおかげで私も本当にあの絵本の言葉をたくさん耳から入れさせてもらったなって、はい、本当に子供には感謝してるなっていうことが今思えばあります。あ、20冊ですよ20冊、ね、なんか読み合いっこするのも面白そうですね。そうだと子供が、まあ、ある程度ちょっと大きくなって字が読めるように。いや、もう子供って字が読めないのに、はい、あの大好きな本だとお母さんが何回も何回も読むじゃないですか、はい、だからその本ストーリーに合わせてページを開きながら字が読めないのにどんどん読んじゃうんですよ、はい、あと字も教えてないのに字が書ける、読める、すごい、その絵本で本当に何もしないのにできるようになったりして、はい、うちの子天才って思う時が本当にあります。あ、もう視覚的に全てを捉えている。そうなんですよ、あの一時一時じゃなくて、絵とかもがっちり写真を見るように、ガチッとこうイメージできちゃうんです、捉えられることができるので、はい、こんな絵描いてあったのっていうことまで子供は発見して、知らなかったっていうのに子供にここにこれ描いてあるって教えられたりとか、あ、でもなんかちょっと分かります、そういうのありますよね。そんなところを見てたんだっていう気がつかないこと。そうなんです。すいません、はい、そろそろめぐみさんのお気に入りの曲を流したいと思います。ありがとうございます、はい、じゃあ曲のご紹介よろしくお願いします。はい、これは私の人生の応援歌と言ってもいいくらいこの歌にすごく励まされた歌です。はい、松山千春の大空と大地の中で。
おかけしたリクエスト曲は著作権の関係でアーカイブでは省略させていただきます。ナックルヘッド最新作鳥人、心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す。思い出話を引っ張りポッケに詰め込んで、ナックルヘッド鳥人、ナウオンセール。じゃあ終盤戦いってみましょうか、はいはい、引き続きね、勝宮先生のお話を、ね、先生とか言ってください。いやいや先生ですよ。あのね、まあ、ちょっとお話いろいろ聞きたいことあるんですけれども、先ほどちょっとお話を伺っていた時に、その例えば親子の時間ってなかなか今皆さんね、あのご両親働いていて時間作れないじゃないですか。まあ、親も働いて帰ってきたら疲れて、もうねご飯もバラバラだったりとか、ね、うん、まあ、子供も子供で忙しいじゃないですか。そんな生活の中で絵本を読む時間を作ることで、その絆っていうか愛の時間っていうんですかっていうお話を先ほどちょっと聞かせていただいたんですが、はい、それはどういうことでしょうか。はい、絵本を読むときって、はい、スマートフォンも持てないし、はい、テレビを見ながらでもできないので、うん、やっぱり 100% お子さんにあの自分の時間を捧げる時間になるんじゃないかなと思うんですよね。うん、ね、そして、うん、お子さんってやっぱりあの親御さんがねお忙しいのは十分分かってると思います。うん、なので本当に忙しければ忙しいほど、本当にたった10分で、うん、絵本って1冊 5分もあれば、はい、3分のものもありますけど、はい、まあ、5分もあれば1冊読めるので、はい、たった10分でもっていうふうに思っていただければ、うん、その時間をお子さんに捧げるというふうに思っていただくと、はい、お子さんはこんなに忙しいのに僕のために私のために、うん、あの忙しいのに時間を作ってくれる、うん、くれてるって言葉にはしなくても、うん、もう本当に感じてくださるんじゃないかなと思います。はい、そしてあの絵本をね親御さんが読むことによって、はい、ご自分自身も癒されるということを、うん、あの1回や2回だとちょっと感じられないかもしれないですけど、うん、やっぱり毎日続けていくと、うん、その変化にご自分もだんだん気づかれるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、そしてねお子さんが変わってきます。はい、お子さんの言葉がすごく良くなってくる。お子さんの絵本から得た言葉とかから、うん、本当にお母さんに対してお母さんお父さんに対しても優しい言葉がけをするようになってきます。うん、なのでそのすぐにっていうのは難しいですけれども、ぜひぜひ試していただきたいと思います。うん、やっぱり続けることですかね。そうですね、はい、それは例えば何歳ぐらいまでとかっていうのはあるんですか。いや、まあ、大人になっても絵本読んでもらうってとってもいいので、あの絵本読んでもらうって子供にとっても楽なんですね、すごく、うんうんうん、あの絵本に没頭できるのね。はい、なのであのでもまあそうですね、中学校になると部活とかがありますから、うんうん、なかなか自分の部屋でね、うん、勉強することもあったりするので、小学校卒業するまで続けてほしいなって思うんですけれども、うん、あの聞いてなくても大丈夫です。お母さんがあの自分のためにもう聞いてなくてもこうやって本を読んでるとこうやって耳で聞いてくれてたりするので、はい、夕ご飯の後にちょっと一冊読ませてみたいな感じで読んでいただくと、はい、あの無理なく聞いてくださるかなっていうふうに思います。なるほどね、それいいね。あの子供がほらもう大きくなってくると、うん、子供も自分の時間がすごく持ちたかったりとか忙しかったりある中でお母さんがねリビングで読んでたりとかするとやっぱりなんか耳に入ってきて聞いてますよね。うんうん、あと一番やっぱり思うのは、うん、家族の会話が大事じゃないかなってやっぱり思いますよ。はい、うんうん、それを絵本を通して会話ができるっていうことが、うんうん、俺は一番そこが重要なのかな、うんうん、大きくなったら、うん、その6歳からあの年取ってさ、はい、10歳とか12歳とかになった時初めてそういう会話っていうところで、うんうん、あの大事なところっていうのが出てくるんじゃないかなって俺は思いますね。うん、本当にねおっしゃる通りだと思います。なかなかね俺的にねちっちゃい頃ほら会話がなかったからね。あ、うん、俺はね、まあ、会話がなかったっていうか毎日ね学校終わってからね宿題やんねえで釣りばっかり言ってたんだよね俺ね。あいいな、いいな。でも好きなことがあるってすごいねいいことですよね。本当そう、そう思いますね。そういう勝宮先生は趣味先生って言われるのがあれですか、
めぐみさんは、はい、あの趣味は何かあります？そうですね、もう松山千春が好きなのでコンサート行ったりよくしてますし、はい、あとテニスをもうすごく26年くらいやってまして、すごいもうアメリカにいた時はもう部活のように試合に出まくってましたけど、はい、まあ、今は週1ぐらいしかやってないですけども、はい、テニスも好きですし、やっぱりもう読書も好きですし、でもやっぱり今何が一番いいって言ったら絵本ですかね、はい、何が欲しいって言われたら絵本で、本当に、うん、自分の気分転換とか、はい、自分のためのご褒美って言ったら絵本かなって、もうまだね買って ないけど欲しい絵本がいっぱい、お家の中大変なことになってますけど、はい、あの今アメリカに行かれてたっておっしゃってましたけど、アメリカの絵本っていうのは割と絵が奇抜って言っちゃいけないんですけど、やっぱりあのまあ、一説によると、あの目の見え色の見え方が日本人とは違うから、ちょっとこうどぎつい色のものが多いんだよって話は聞いたことあるんですけど、やっぱりそういうパステルカラーのものよりはそういうものが多いんですかね、色彩的に。まあ、でも普通に、ご覧になってる翻訳された絵本っていうのも、はい、そんなに変わりはないかなっていうふうにも思いますし、例えばエリック・カールさんとかも、はい、ああいうね、色使いで、はい、ただなんか言えるのは、はい、あの絵本ってあの小さいお子さんが読むっていうね、はいはい、ふうに思われてるので、はい、あの小さいお子さんって視覚がまだ発達してないので、あの原色とか明るい色、はい、あの黒とか原色をはっきりした色を、はい、あのが識別できるっていうことで、その絵本によってビジョントレーニングができるっていう意味でああいう配色が使われたり、特に小さいお子さん向けの絵本はそういうことが多かったりします。あと動きのある絵本とかね、はい、それがお子様の脳の活性化とか、目のビジョントレーニングっていう風につながっていくっていうのがあります。普通の絵本はそんな、日本だから、うん、アメリカだから、うん、海外だからっていうのは、はい、特にはなくて、でもだからいろんなその絵本を読むことによって、はい、例えばその絵本の中からお家の様子が、アメリカのお家はこんな生活なんだよとか、うんうん、中国の宮殿はこんな宮殿なんだよ、はい、知らず知らずのうちに分かったりするので、あの外国の文化も知らず知らずに学べたりとか、なるほどね、あと肌の色が違うお子さんがいるとか、はい、もう背の高い子小さい子がいるとか、はい、もういろんなあの人種のこともさらりと描いていたりするので、はい、本当にあ世界にはこんないろんな人たちがいるんだなとか、こんなお洋服着てる人がいるんだなとか、いろいろ学べると思います。特にそれはそうですね、ワクワクしますよね。ワクワクします。例えば野菜とかでも、はい、その土の中の様子とか、葉っぱがこういう風になってて、キャベツも真ん中だけしか知らないけど、はい、本当は葉っぱがこうなってるとかって、うんうんうん、なかなかスーパーでしか見ないのでわからないじゃないですか、はい、でも絵本だと土の中に生えてて葉っぱがこうなってつるがあるとか、はい、そういうのも知らず知らずに分かったりするので、本当に絵本がもたらす効果って素晴らしいものがあります。そこはすごいですよね、想像力っていうのが。そうですね、例えば、ね、土の中にこうキャベツが入ってます、だけど土の中には何があと生き物がいるんだろうとか、そういうふうに思ったりもしたり、うんうん、想像力が膨らむっていうかね、うんうん、確かにね、うん、なんか、うん、それは思いますね、すごい。なんかね、うん、あのだいぶ前ですけどちょっと聞いた話で、もう小学校高学年の子かな、あのアジの開きがそのまま泳いでるっていう話をした時に私すごいびっくりして、え、そんなことを思うんだと思って。そうですよ ね、開きとか切り身で売ってますからね、スーパーではね、うん、びっくりしましたけどちょっと悲しい。いや、それはちょっと悲しいな俺、悲しいけど、うん、そう、本当にそうだったんです。そうですよ、だってね、お肉はああいうお肉じゃないんですよね、ちゃんと生きてるもので、豚とか牛、ね、さんとかね、本当に大切な命をいただくっていう思いとかね、絵本でもね味わうことができるので。ああ、そうですね。だって味の開きがさ、水槽泳いでたらなんか嫌じゃねえ。いや そうだけど、それは知ってるから思うんであって、でも、本当にそういうお子さんね、いらっしゃったりするのでびっくりしますよね、うん、それは悲しい現実ですね。悲しいですね、うんうん、さて、はい、めぐみさんの2曲目が愛してやまない曲をやっぱり松山千春なんですけどやっぱりあの彼の歌にはこう夢を追いかけるとか、夢を叶えるっていう、はい、
あの歌詞がすごいたくさんあって、私もそれを知らず知らずのうちに聞いて、私も何か夢を叶えたいなっていうふうに思って過ごしてきました、はい、そして今絵本を使ってね、大人のための、はい、絵本講座で、はい、大人の夢の叶え方っていう講座もやってて、うん、本当に絵本を使って夢を叶えることができるので、はい、私も本当に小さい夢ですけどどんどん叶っていてびっくりする。このラジオに出るっていうことも、はい、本当に今年の初め自分のウィッシュリスト100に書いたものの一つが、すごい夢が叶って、本当に今日は本当にご縁いただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そういう感じで叶っていくんですよ。なので、あの本当に潜在意識に夢を叶えようっていうのが、はい、この歌とかね、JR の曲によってすごいあの深く落とし込まれているんだなっていうのが、今になってなんかつながってるなっていうふうに思います。はい、はい、じゃあ曲名紹介お願いします。はい、松山千春で大いなる愛よ夢よ。おかけしたリクエスト曲は、著作権の関係でアーカイブでは省略させていただきます。ナックルヘッド最新作、鳥人。心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す。小さな光でも、ナックルヘッド鳥人 Now on sale。 はい、ここでね、せっかく絵本の読み聞かせのお話を聞きましたので、はい、めぐみさんに絵本を読んでいただきたいと思うのですが、その前にね、はい、先ほどお話を聞いた中で、絵本を読むときに早く読むのとゆっくり読むバージョンがあるって聞いたんです、はい、ちょっとその辺をあのお伺いしたいと思うんですよね。はい、はい、6歳までのお子様は右脳がすごく、はい、全開です、はい、なのであの右脳って情報処理範囲がすごく広いので、うん、ゆっくり読むっていうことは実はあの子供が絵本に集中しない要因でもあったりするんですね。なので自然な会話のスピードで読みましょうっていうのが、はい、まず一つ目のポイントです、はい、そしてあと登場人物によって声色を変えたりとかって一生懸命やってらっしゃる、うんうん、方いらっしゃいますけれども、はい、声色は変えなくて大丈夫です。あら、悲しいとかね、はい、楽しいとかっていう、ええ、そういうことで声のトーンがこう上がったり下がったりすることは、はい、まあ、自然なことなので、はい、それはまあ大丈夫です、はい、なので紙芝居のように、はい、声色をそれぞれ変えて、はい、読むっていうことはしなくても大丈夫です、そして最後3つ目のポイントが一番大切なんですけれども、はいはい、これは読み終わった後に必ずちゃんと聞いてくれてたことを褒めましょうっていうことなんですね。聞いてたことを認める、ただ、はい、聞いてたことを認めるだけでもいいし、うん、褒めるっていうことでもいいです、本当に何々ちゃんを聞いててくれてありがとうとか、読ませてくれてありがとう、はい、ちゃんと聞いてたね、集中して読ませてくれたねみたいな感じで、聞いてくれたったみたいな感じで、うん、お子さんってやっぱり注目されることをすごい好むんですね、はい、なので親御さんがしてほしいと思うことをしたときにすごく褒めてあげるということで、はい、お子さんがどんどんそういうことをするようになります。 なるほど、なので絵本を読み聞かせした後に褒めてあげると、はい、うん、すごいそのお母さんお父さんが褒めてくれたということで、うん、その好ましい行動をするようになるということで、うん、どんどん絵本が好きになります、はい、なのでこの3つのポイントをね、まあ、はい、ちょっと目から鱗っておっしゃる方がすごく多いんですけれども、はい、今まで何だったんだっていうおっしゃる方多いんですけど、この3つのポイントをたった3つのポイント、はい、まあ、からいうのをやるだけで本当にお子さんが絵本が好きになるっていうことがあります、はい、まず読んでもらいましょうか。はい、今日はね、大人の方、はい、左脳が優位な大人の方に読むので、はい、まあ、いつもよりはちょっとゆっくりめに読みますけれども、はいはい、いつも聞いてるよりはちょっと早いかもしれないですね、うん、はいはい、BGM ストップ、はい、どうぞ。はい、絵本読み聞かせしてもらったことってありますか？あります。あります、はい、はい、誠さんいかがですか？俺もありますね。あ、はいはい、はい、最近はどうですか？大人になってから。ありませんありませんですよね。ないですね。なのでちょっと、はい、味わっていただきたいと思います、はい、では読ませていただきます。はい、野良猫の神様作、楠木重則絵、狩野吹き子。野良猫の神様でした。聞いてくださってありがとうございます。
敵。あの、ね、リスナーの皆様は絵本の絵が見えないので、またちょっとね、はい、あの今聞いているところからイメージをしてね、そうするともっと大人ですから、私たちあの大人はイメージできるじゃないですか。もちろんあの高校生の方たちもね、もうそのくらいの年になればいろんなことイメージできるでしょうし、いやその前に俺聞いてて、小さいお子さんもできます。そうですよね、聞いてて感動しちゃったよ俺。うん泣いてるんじゃない、こちらも本当に、あなんか、うん、言葉出ないね本当に、うん、素敵だね、素敵だなと思いました本当に、うん、はい、いやなんか、うん、なんか優しさですよね本当にね。そうなんです、うん、まさにおっしゃる通り、この帯に優しさは受け継がれていくっていうふうに書いてあるんですけれども、うんうん、そうですね本当ですね、私たちもね受け継いでいきたいですね、はい、うん、本当そう思います。はい、そんなね、あの先生の、はい、先生と呼ばれて嫌なんですね、めぐみさんの、はい、はい、いろんなその講座情報だったりとか、ちょっと知りたいなと思った方はどういうふうにあの調べれば、はい、はい、そうですね、団体名がちょっと難しいんですけれども、はい、絵本未来創造機構っていうワードで検索していただくと、はい、あの講師一覧みたいなのが出てきますので、はい、そこから、まあ、あの勝宮めぐみっていうのが出てきますので、はい、そこから調べていただいても結構ですし、はい、そこの、ね、ホームページからどんな講座があるかっていうのも、はい、あの知っていただくことができます、はい、そして私あのインスタグラムだったりとか、はい、フェイスブックだったりとか、はい、あのアメブロだったりとかやっておりますので、はい、葛飾区の勝にお宮の宮、そして一文字で勝宮、あ、ごめんなさい、めぐみというふうに勝宮めぐみで検索していただくと出てくるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひぜひお友達になっていただけたら嬉しいと思います、はいはい、フェイスブックではね、俺の友達として、はい、あの勝宮さん、あ、そっちの方が早いかもしれないですね、うん、そうですね、ちょ吉井さんとも友達なので、はいはい、うん、それで検索して繋がっていただけたら嬉しいです。はい、本日はありがとうございました。ね、まこちゃんどうだった？いや俺本当感動したよ、うん、日本読みたくなった、うん、読んで確か読むのね、わかりました。いや、ね、俺まためぐみさんに読んでもらおう、うん、そうだね、あのたくさんね素敵な絵本をね読んでいただいてね、そうだね、はい、また機会がありましたら、うん、読み聞かせさせに、はい、しにあの読んでいただきたいと思います、はい、本当また遊びに来てください、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お別れの時間になりました。この番組へのメッセージやリクエストはツイッターナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー、フェイスブックナックルヘッドまでお寄せください。お待ちしてます。どしどしお待ちしております、はい、では来週もまたお会いしましょう。ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。Yeah.